どうも料理のゆうさん、りゅうじです。ハッピーハロウィーン。はい、ということでですね、今回は、まあ、ハロウィンも近いということでですね、かぼちゃを使ったね、僕の大嫌いなかぼちゃを使ったレシピを作っていきたいと思います。まあ、僕料理とか野菜ですね、野菜全般あんま好きじゃないんですけど、特にかぼちゃは、嫌いなんですこれガチで嫌いです、はい、なんですけど、そんなですね、かぼちゃ嫌いな僕でも食べれるような、すごくね、いい感じの濃厚なパンプキンシチューっていうのがありまして、こちらをですね作っていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、まあ、かぼちゃですね、僕の嫌いなかぼちゃを1個 250g です。あと玉ねぎ、こちら、1/2個、小さめのものですねで大丈夫です。あと、しめじ1パック 100g ぐらいです。はい、あとですね、鶏肉がこちら、まあ、小さいサイズなので 200g ちょっとですね。はい、鶏もも肉です。はい、あと豆乳ですね。はい、今回のですね、かぼちゃシチューはなんとですね、小麦粉を使わないで、ルーを使わないレシピなのでグルテンフリーなんですね。はい、そこら辺も特徴的になってますので、はい、やりましょう。はい、それではやっていきたいと思います。今日はね、結構ちゃんと作るレシピなので、まずですね、かぼちゃなんですけど、種抜いてください。はい、スプーンで、こうやって、ほじっていただいて構いません。はい、こんな感じでですね、はい、種を吐き出します。はい、サランラップですね、にでくるみまして、レンジです。はい、レンジ、ね、この状態でレンジ入れますよ。はい、だいたい3分ですね。はい、じゃあ玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはね、スライスです。そんな薄くなくても大丈夫です。 4-5mm ぐらい。しめじですね。しめじはここを落として軽くほぐしておきます。はい、こんな感じです。はい、鶏肉です。鶏肉はまあ真ん中切っていただいて、あとは一口大ですね。こんな感じで、はい、はい、じゃあですね、材料を切ってる間にかぼちゃが仕上がりました。はい、こんな感じですね。ちょっと熱いので気をつけてください。最初にですね、かぼちゃを、温めておくとすごくね、切りやすくなるので、はい、まずすっとね、入るんですね、包丁がね。はい、まあ、こんな感じにして、まあ、あとはですね、一口大に、切っていきます。こんな感じですね。こんな感じでかぼちゃ切り終わりました。はい、ここから、鍋に、移行していきます。はい、それではですね、まあ、僕はフライパンで作っちゃいますので、フライパン、はい、手頃な大きさのフライパンを用意してください。バター 10g です。バター 10g で、玉ねぎですね、まず玉ねぎを炒めていきます。ちょっとしめじが入っちゃってますけど、まあ、別にいいです。暇なんでこれも飲みます。ここでですね、少し塩を振ってください。はい、少し塩を振ります。はい、塩が入るとですね、浸透圧で、しんなり しんなり炒まります。だから、本当は最初鶏肉でした。僕はレシピを読み間違えた。自分のレシピを見ながらやってます。はい、皮目のね、油を出すように、皮目をね、ちょっと重点的に炒めてくださいね。はい、いい色がついてきました。はい、これぐらいね、色すぎちゃって全然平気ですもんね。はい、結構炒まりましたらですね、しめじの方を投入していきます。はい、はい、でしめじもね、ちょっとしんなりするまで炒めてあげてください。はい、そしたらですね、こんな感じで炒まりましたら、かぼちゃ、はい、ということで、投入です。入れていきます。はい、500cc です。はい、コンソメがですね、この状態で小さじ4入れます。小さじ4ですね。はい、でですね、この時、煮込みにこれから入るんですけども、強火でいいです。強火で、10分ぐらい、5分から10分ぐらい煮込んでください。はい、目安がね、そのとろみがついてきたらになりますので、この状態で、ね、ちょっと煮込んでいきます。はい、かぼちゃはですね、ちょっと崩れたぐらいが、僕的には美味しいです。僕はかぼちゃホクホク感があんまり好きじゃないので、これシチューなので結構ね、早くできちゃうんですね。そんなに煮込まなくていいので、なんで煮込まなくていいかっていうと、かぼちゃがを最初に電子レンジで加熱してるので煮えるのが早いですね。はい、これを最初生のかぼちゃからいくと、結構煮込まなきゃいけないので、これが時短テクニックに一応なってます。
で、強火でやるときなんですけども、定期的にちょっとかき混ぜてあげてください。はい。焦げがついちゃう場合もありますのでね。はい。で、僕にしては珍しく、結構、量ができます。これだとですね、2、3人前ぐらい、ですので、まあ、ちょっと作り置きとかにも、一応適して、いるレシピになっております。そうですね、グツ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 、言わせてあげて。なんで豆乳を使うかっていうと、豆乳って煮込むととろみがつくんですね。なのでですね、豆乳を使うことによって、ルーを使わずに、ルーとか小麦粉を使わずに、とろみをつけることが可能なんですね。これぐらいの、これぐらいの粘土ですね。こんな感じですよ。こんな。はい、ですか。はい。まあ、これぐらいですね。はい。これぐらい。わかりますかね、この色がね、かぼちゃがね、溶け出して、オレンジ色になってるんですよ。このオレンジがね、すごく美味しそうなんですよね。まあ、ハロウィンにふさわしい仕上がりになってるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。はい、じゃあそれでは、持っていきたいと思います。お、いいですね。とろみが非常に。これぐらいのとろみがね、あと、まあ、あとは好みです。もうちょっとドロッとした方がいい方は、もっと加熱すれば、もうすぐドロッと、濃度がつくのでね。かぼちゃをちゃんとこう、ハロウィンレシピですからね。かぼちゃの緑も見せていきましょう。で、このね、旨味たっぷりの、シチュー部分をね、ちゃんと持ってあげてね。ね、盛り付けもね、料理を楽しむための大事な要素ですので、できれば、できればね、綺麗に盛り付けてあげた方が、食べる方も、喜んでくれると思いますね。ということで、爆速パンプキンシチューの完成です。はい、それでは、出来上がりましたのでね。いや、どうですか、このオレンジ色のシチュー。本当にね、15分ぐらいしかかかってないですよ。なので、ちょっとですね、これどうですか、かぼちゃくん。うん、美味しそうだね。はい、じゃあ食べていきます。うん、これはね、マジうまいっす。超うまいっす。これ、とろみがね、すごいいいっすね。豆乳だけなんですよね、このとろみ。まあ、かぼちゃも溶け込んでるんですけども、すっごい美味しいっす。でね、ちょっと僕の、苦手なかぼちゃも、ちょっと食べていきたいと思います。ちょっとね、今回はね、あんまり崩さなかったので、形残ってますけども、じゃあ、果たして大丈夫なのか。はい、食べてみたいと思います。うん。うん、ちょっとね、美味しいんですけど、僕はもうちょっと崩した方が好みですね。はい。すみません、正直。はい。なんですけど、ルーの味はもうめちゃめちゃ美味しいです、これ。はい。なので、ちょっとね、かぼちゃももうちょっと、ちょっとね、後で僕はちゃんと、かぼちゃ崩しながら煮て、もっと、でもかぼちゃ好きな人はこれすごい好きだと思います。あんまり崩さない方が、美味しくいただけると思うんで、なので、かぼちゃ好きな方はそのまま、召し上がってください。かぼちゃ嫌いな方はもうちょっと崩しながら、やってください。でもですね、もう旨味がすごいです。材料もね、キノコとか、鶏肉との旨味がすごく出る、食材を使ってますので、とにかくですね、ルーに とにかくいい旨味が、詰まっております。うんうんうん。でですね、適度にルーに、いい甘みも加わってましてですね、これはですね、少し、まぁちょっとあれなんですけども、やっぱりね、かぼちゃがですね、ルーに溶け込んで、すごく、いい味を、作り出してるんですね。はい。なので、今回はですね、まぁ、かぼちゃ、ちょっと僕は、ちょっと苦手なかぼちゃ使ってるんですけども、かぼちゃの、味がなければ、このシチューは完成されないっていうですね、とても、なんですか、いいレシピになってますね。こちらですね。マジでおすすめです。はい。このレシピ。ほんと、ルート使わなくていいので、面倒な手間は一切いりません。炒めて、煮込むだけですので、ぜひ皆さん、試してみてください。はい。それではですね、今回の動画、作ってみたいなとかですね、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録、および高評価をお願いします。